東野湖は、北海道阿武田郡東野湖町と薄郡総別町に、またがる湖、二級河川潮流川水系に属する。周辺が、四骨東野国立公園に指定されており、東野湖薄山、ジオパークとして、日本ジオパーク、世界ジオパークに登録されている。また、日本百景、新日本旅行地百選、美しい日本の歩きたくなる道五百選にも、 選定されている。北海道南西部に位置し、東野カルデラ内にできた湖。面積は日本で9番目。カルデラ湖としては、屈舎湖、四国湖に次いで、日本で3番目の大きさである。東西約1 1キロメートル南北約9キロメートルのほぼ円形の湖で、薄山、昭和新山、東野湖温泉などがあり、北海道有数の観光地域となっている。 湖畔の南側を、北海道道2号東野湖上別線、北西部を、北海道道578号東屋阿ぶ田線、東側を、北海道道132号東屋公園東屋線が、通っており、湖畔を一周することができる。中央に浮かぶ、中島の最高点東のしけぬぷりを中心として、東北東南東南南西にかけてが、総別町、それ以外が、 東野古町になっている。なお、中島には1960年頃に2世帯6人の定住者がいたが、現在は定住者はいない。アイヌ語の、戸谷に由来する普通名詞である。本来は、湖の北岸を指す地名であったが、和人によって、戸谷と当て字され、湖の名となった。現在では、湖の北岸である。本来の戸谷は、高等谷と呼ばれている。 アイヌの人々は、単に、都と呼んでいたと考えられる。カルデラの地形図。湖の下部で突き出ているのが、ウスさん。スペースシャトル標高データ使用。約10.6から10.9万年前に、東野火砕流を伴う噴火が起こり、東野カルデラが形成された。この時に放出された。 火山噴出物の相対積は230から310立方キロメートルのベマイナス7で、カルデラの周囲には厚さ数十メートルの火災流大地が形成されている。この大規模な噴火による火山灰は北海道から東北にかけての広い範囲の地層に見られる。湖の中央に浮かぶ4つの島を総称して中島と呼ぶ。 これは、約5万年前の火山噴火に伴って形成された、溶岩ドームと火災球の集まりであり、固定を含めると11の飛散体が確認されている。2万年ほど前から、東野湖の南岸で噴火が繰り返され、臼山が誕生した。もともとは、極秘栄養湖で透明度は高かったが、閉山した、鉱山排水や東野湖温泉街をはじめとした。 排水の流入が増えていったため透明度の低下が、著しい。1920年に、電源開発を目的に流出河川に建設された、壮別発電所と、潮流側の川水を利用した東野発電所、さらに従来流入していなかった潮流川上流部に、建設された、久保内ダムなどにより、潮流側の川水が流入することになった。 潮流川上流には1907年頃より、相次いで創業していた滅別医鉱山、特春別鉱山、弁慶鉱山があり、1939年から1973年の平山川まで、pH2 ほどの鉱山排水が、東野湖に流入し続けた。湖水は1970年に、pH5 まで酸性化し続けた結果、多くの生物が死滅した。 これに伴い、1973年から、潮流川上流の鉱山排水の中和事業が、本格的に行われた。また、1977年の薄山の噴火によって、大量の火山灰が、東野湖へ降り注いだことから、アルカリ性の火山灰によって、酸性の湖水が中和され、1995年には、pH7 前後まで回復した。ただし、 中和事業による作用と火山灰による作用のどちらが勝ったのかは不明である。在来種は、アメマス、ウグイ、ヨシノボリ、花カジカ等で、現在までにワカサギ、ヒメマス、ニジマス、サクラマス、コイ、ブラウントラウト等が漁業及び遊漁を目的として、人為放流されている。1970年代を中心に湖水が、酸性化した影響で、 生息数と魚種の減少が見られたが、現在では酸性化の影響は残っていない。ヒメマスは、アカン湖から1893年に最初の放流が行われ、1908年には、四骨湖から放流された。漁獲量は1930年頃には年間25トンあり、最も漁獲量が多かったのは1950年代で100トンほどの漁獲があったが、 鉱山排水による湖水の酸性化により、漁獲量は急激に減少した。その後、水質の回復を受けて1986年には50トンまで漁獲量が回復した。若ギは1912年に霞ヶ浦から移植された。虹マスは1926年に、桜マスは1928年に、千歳深城から移植された。 流出河川の壮別川ではアイヌが上り穴漁で白酒を漁獲していた記録に残っているが、古産の魚類を捕獲していたかは不明である。1957年から1966年にかけて、オス1頭、メス2頭の3頭のエゾシカが観光資源として島に導入された。その後エゾシカの個体数は急激な増加と減少を繰り返しており、 ピーク時には400頭を超え、観光資源となっている一方で、その再触発によって、中島の植生に大きな影響を与えていることが指摘されている。2008年7月7日から7月9日の日程で、第34回主要国首脳会議がザ・ウィンザーホテル、東屋リゾートスパを会場に開催された。東屋湖臼山周辺地域が、 死失学的に貴重な遺産を保護しながら、地域の教育や科学振興及び観光事業に活用し、持続可能な方法で地域活性化を図ることが可能な地域であるとして、国際連合教育科学文化機関の支援により、設立された世界ジオパークネットワークへの加盟申請が行われ、2009年8月22日に認められ、東野湖臼さん、ジオパークが、 世界ジオパークに認定された。ほか、ありがとうございます。